はい、パート3です。移住費用、全額返済です。自分の力で稼ぎました。マイル、必要なマイルは5000マイルだな。ぼ別に急がないから島での暮らしを楽しみながらため。金じゃダメってことか。で、DIY をなんかやるんだ。 DIY レシピをプレゼント。 DIY は絶対この島の暮らしに役立つが、クンさんもよかったら体験していかないか。はい、やります。まず DIY の手順をざっくり説明しておく。あ、木の枝なら手下にもらったぞ。奴隷に、同志諸君にもらった。労働階級のやつらにもらったから大丈夫。はい、了解した。もうこんなものはいらねえんだけどな、本当は。ディ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 ー、レシピの作業を作業代さえが簡単に戻ってくる。ということで、以上 DIY ワークショップは終了だ。最後に参加してもらったお土産として手軽な材料で簡単な DIY レシピを作ります。このゲームの生き物たちは落ち着きがない。ずっと揺れてる。こいつらしょぼい釣り竿も記念に持って帰ってくれていいから、ちょっとこういう記念に持って帰ってくれていいって、俺の木の枝だぞ。で、何をすればいい。そうだな。もしかして自然が増えてくるときっと虫や魚もいっぱいいる。虫や魚釣り竿捕まえれば生物の最終了としよう。あー、なるほど。ちなみに鮭ならもう釣ったぞ。生き物見つけたぞ。どんな生き物だ。奴隷が7人ほど。え、もしかしてこれあげちゃうの。おお、これは特徴からすると鮭かな。鮭って買い取るやん。ストーリーをちょっとだけ進めよう。このまま作ったよ。作りましたよ。はい、もっといろんなもの作りを楽しんで DIY レシピを教えてもよかった。で、待ってね、詐欺が通じたな、こいつ相手に。作りましたよ、それは当たり前じゃないですか。そんな斧と木材、ああ、ありがとう。僕らやっぱ DIY の幅一気に広がるから、自給自足の暮らしが分かる。自給というか、多給自足だね。はい。調査用の生き物をまだまだ募集している。お前がやれるのはそれだけか。これ、たぬきポイントみたいなやつは、全然たまらないよね。たぬこ。たぬきマイレージアプリ。これしかないのか。島民全員に声をかけろ。釣り名人。相当下にもあるの。草むしりボランティア募集。ああ、なるほど。ここにもあるのか。あ、なるほど。お買い求めありがとうございます。あー、確かになんかこれ結構簡単に返済できそうじゃねえか。掲示板でコミュニケーション。おー、肩書き噂好きのインフルエンサー。プロモース系 YouTuber か。すごい、なんかいっぱいアンロックしてる。おーおー、寂しがり屋のフレンズ。おーおー、なんかめっちゃアンロックした。これさ、金でなんとかなったりしないのかね。利用額に応じて、あー、なるほどね。経済循環だな。おい、商品を見せてくれ。ちょっと全部買っとこう、とりあえず。よし、ちょ、金取ったじゃん、お前。お前金取んなかった今。おい、よし、まあ、とりあえず全員来てくれ。入ってきていいぞ、みんな。国境を開けなきゃいけないんだ、そういえば。ゲート開きっぱじゃねえか。あ、開いてねえわ。閉じてる。共産飛行場へウェルカム。怒られてねえ、お前 MC とか。なんか大丈夫か。こいつ左目ボコられてんぞ。また会ったな、私だ。いや、まあ私だじゃねえよ。ちょっとで、ベストフレンド申請、ちょっと一角申請してるから、それ受けといて。それしないとこの島で暴れられねえぞ。出れない。出れないって何？何が出れないんだ？ベストフレンド申請ちょっと受け止めて。あれから不幸しか起こらん。嫌だが。嫌だがじゃねえよ。お前受けねえと、お前できねえんだよな、もう。受けといて。どうだ？全員揃ったか？大丈夫そうだな。よし、とりあえず全員揃った。みんなお金を稼ぐことに集中してくれ。わしはタヌポをなんとかする。なんかまあ、面白いの持ってんな。それは共有財産か。おい、それはなんだ、見せてくれ。面白そうなもの持ってんな。ほら、お前に石をやる。Make money time。葉っぱの傘。よし。ちょっといろいろ売っ払い行くわ。とりあえず、タヌポ、釣り名人。なんか、いけそうなのあるか。島の美化活動、雑草引き取らせてもらった数。あ、雑草だな。雑草大量に募集。そうだね、雑草貝殻かね。雑草貝殻募集してます。誰も雑草貝殻キャンペーンやってます。お前ら、とにかく大量の物資を。草やる。草くれるか。ありがたい。雑草のように強く生きろ。急にさ、ロックバンドみたいなこと言われて、
ありがたい。92。ちょっと待って、いろいろ売ってくる。ちょっと待って。はい。雑草92個。はい。これなら920ベル。売っちゃう。金が欲しいわけじゃねえけどな。タヌポ欲しいだけだから俺は。ほんと、任天堂のゲームってのんびりしてるよな。なんか、わざわざ渡して。わざわざさ、1個ずつ渡してさ、買い取るってさ、今時、こんなシステムあるか、普通。今時、こんな1個ずつか、やらせるか、まとめて売れねえのか。あ、まとめて売れるわ。よかった。知らねえけど、なんかこの辺も全部売ろうぜ。いいだろ。もういい、いらねえ。全部売る。ちょっと高いな。売っちゃう。ずいぶん、いい金になったな。これでタヌポが溜まったんじゃねえ、だいぶ。お、ちょっともらってくぜ。ブリブリだ。ありがてえ。おい、みんな、ちょっと、頼むわ。雑草とか求む。雑草全然足んないわ。今、果物集めてるよ。了解。あと、貝殻とかも頼む。貝、雑草、果物。お願いします。カメラ。カメラ機能、写真いただくと、OK。あ？撮影。通所取ろう。うるせえ。雑草100個で通所取ってやるわ。そしたら考えてやるわ。貝殻やる。ありがたい。球根や花の種には球根を植える。ちょっとこれなら多分できる。やっぱ貝殻多いな。貝殻多っ。全部売ってくるわ。雑草も草の売人だな。これうんさんいらっしゃいませ。買い取ってほしい。いろいろ持ち腐ったんですね。計算するとよし、いいだろう。売っちゃう。他は商品見せてくれ。なんか高いもの売ってねえか。金目のもの。お薬デパスか。くんさん雑草100個。しょうねえな。はい、じゃあ何つったっけ。写真だっけ。はい、カメラ。はい、はい、せーの、はい、チーズ。はい、ありがとうね。じゃあインスタ共有とかは別にしてもいいよ。好きにじゃあタグ付けしてね。バイバイ。よし、もうちょっとだな。タヌポもうちょいで溜まります。あー、思い出の写真。あ、いけんじゃねこれ、多分。返済できそうだな。いけるな。多分大丈夫だよ。もう足りたよな、5000来たし。よし、じゃあみんなに帰ってもらうか。はい、じゃあ解散タイム来ます。解散タイム。は？しょうがねえだろう、だって。お前らも帰っていいぞ。あ、すまん。金はもらっとくわ。悪いな。みんなちょっと帰ってね、ちょっと。おい、ちょ、閉じ込められたんだが。ちょっとみんな帰って、もう。帰った。とりあえず、OK か、これで。全員いなくなったか。じゃ、これでとりあえず、セーブだけして、もう一回入り直すわ。ニコニコしてて、ムカつくな、お前の顔。くんさん、どうも。何か僕に相談だな、もう。あ、ほら、金だぞ。お、くんさん、移住パッケージのマイルを払いにくれて、必要なマイルは5000マイル。あら、5000マイル確かに頂戴した。支払いも済んだし、あとはもうご自由に暮らしを楽しんでもらったらいい。そうそう、ちなみになんだが、くんさん、テント生活の具合はいかがだ。嫌味か、それ。あは、まあこのプランは不便を楽しむコンセプトといえ、困ることもある。ちなみにもしテント生活が我慢できないなら、この移住パッケージはご希望の方にはマイホームを建てるオプションサービスも提供している。もちろんこんな離島にお家を建てるのは大変だから問題ない。金ならあるぞ。ローン？あれ、地獄に落とそうとしてきてんだこいつは。それともう一つ、クンさんのマイレージのマイル交換サービスは登録した。タヌポにアクセスするとマイル交換サービスをご利用いただけるから、こちらも利用してくれ。それじゃあ今後とも無人島生活を楽しんで。ちょっと待って。マイホームの相談だが、そうだ、テント生活も楽しいが、本格的に根を張るならお家は広くて快適に行かれする方がいい。ん？建てるだろ、問題ない。金なら。じゃあ工事の提案を進める。ちなみに屋根の色は8色の中から選べる。この中から好きな色を選んでくれ。赤がいい。そんなざっくり。それからマイホームを購入された方はタヌキマイレージの会員なんかを昇格させていただく。
はい、くんさんの会員情報を更新しておいた。今後はタヌポプラスのサービスが利用できる。タヌポプラスは特別な条件で追加のマイルがもらえるお得なプログラムだ。詳しい説明はアプリを起動した時に出てくるから、そのとまた時間があるようにチェックしてくれ。説明は以上。とにかく明日には素敵なマイホームが。明日？つもろう？それって本当の明日？リアルな時間か。ふぅ、朝だ。3月27日。皆さん、たぬきちだなも。ただいま土曜日の午前7時14分なんだなも。さて、本日は特にニュースがないから、代わりに共産党生活を。共産党生活か。今日は内航会社のスピコインを紹介するだろう。本日のスピコインは動物基本的に無人島生活からの中で毎日3度持ち歩くのを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 持ち歩おー、マイホームの完成。よし。じゃあ、タヌキに金だけ払って、そしたら、奴隷開始にするか。いいっす。おい、タヌキ。とにかく、お家を持つ人は古いのに合わせてお店を構えるのは賛成なんだな、もう。だけど、お客さん向けの建築用資材を回してしまうと、お家を建てられなくなってしまって、本末転倒だ。その辺、どうにかうまいことやってくれ。何年も僕の元で修行を積んでる二人なら、このくらい朝飯前のブラック企業だな、こいつら。どうもどうも、くんさん。お家ちゃんと立ったでしょ。これから一気に快適に暮らせるようになる。テントと違って壁紙や床板も自由に入れ替えられるし、使わない家具をしまっておけるちょっとした収納もある。それとお家を持ってる人はみんなハッピーホームアカデミーに入会してもらうことに。なんだその新興宗教みたいな名前のやつは。定期的に会員さんのお家を評価しアドバイスをお届けしたり、評価の高い会員さんには記念品を送ったりする期間。まあ評価は勝手にやってくれるし、特に面倒なことにはならないから信用できねえな、タヌキ。マイホームの代金として9万8000ベルのローンを組ませてもらいます。待て待て、オッケー、金はある。あ、でもお支払い分割で大丈夫。余裕なるとき少しずつでいいから、タヌポートの ATM から返済してね。さあ、一発返済するか。あ、クンさん、いらっしゃいませ。本体がマイホームの完成おめでとうございます。ところでクンさん、突然なのですがちょっと相談したいことがありまして、もしよければとりあえずお話しされて聞いてもらえませんか。早速ですが、相談というのは店を建てる準備のことです。この仕事でお話ししました。中にクンさんにマイホームを建てる方もいました。この先必要なものを増えてくれるのといろんな商品を使いたいんですが、それにここではスペースが限界です。それで一日も早くお店を。お前さ、顧客にそれ頼むか。なんで社長に頼まないの。ただ困ったことに建築資材の確保を追いついていなくて、お店の建築にまで回せない。ゆいな、オンラインになったよ。そこでお願いですが、島の木や、ほー、なるほど、それ相応の謝礼か。いいだろう、どうせ俺が集めるわけじゃない。わかった、それぞれ30本ずつ、鉄鉱石も30本。了解、全部やらせる。わかった、意味だろ、すべて人にやらせよう。買い取ってくれ。2000円ぐらいのものあるんじゃねえのか。2000円分はないか、さすがに。うん、全額一斉入金。あとちょっとで全額一斉入金できんじゃん。これ全額一斉入金してビビる、黙らせようぜ。あいつなんでもいいよ。あー、このもらったこの葉っぱ長さとかでゴミ売ろうぜ。このゴミ売るわ。木材？あ、いらんいらん。どうせまたくれるからいい。金にしまえ。よし、いいぞ。でもなんかこいつ明瞭会計じゃないの気になるよな。何がいくらで何がどれぐらいの価値があるかこいつ提示してないんだよな。銀座のクラブかよ。ATM。ローンの返済。全額だ。全額返済してやる。やった、お家のローン全部払い終わった。おっす、どうもどうもくんさん、お家のローン全部払ってくれてありがとうございました。くんさんならちゃんと払ってくれると思っていた。ところで今のお家って広さ的には満足しているか。もし手狭だと思ったならここらでもう少し広い家に。なるほどな、増築。安いな、頼むぞ。明日にはお家の工事は完了している。明日、ちょっとごめんな、ゲーム落ちてた、ゲーム落ちてた。ん？
ああ、22、ん、ああ、皆さんたぬきちだな。もう22日日曜日、ああね、ああね、ああ、いやいやいや、ありません。まあ頼りがないのはいい頼りっていうし、今日も共産党はとっても平和。それでは、外見はそんな変わってねえのか。4次元ポケット的なドラえもんの中が広くなってるみたいな、ドラえもん的なやつか。確かになんかちょっと広くなった気がする。なってるよね。ハッピーホームアカデミー、母、無人島、今頃、あ、母って笑ってる、わろたじゃなくてあれか、女か。また次回。スイッチの時間っていじれないのかな。いじれるけどいじらない方がいい、どういうこと。え、いじっていいのこれ。あつ森はタイムトラベルを推奨しないこと。消される、何消されるって、怒られる、何それ。え、別に規約違反じゃないんでしょ、余裕じゃん別に。ないじろうぜ、おすすめしないだけでしょ。別におすすめされるつもりはない。ちょっと明日に行くわ。俺、わしは明日に行く。インターネットで時間を合わせる、断る、拒否する、よし。